一緒にお出かけしよう日々の生活を大きいキャンバスに例えるなら、友情はそれを彩る絵の具よ牛乳一杯とプリン一個から、毎日元気をもらってるの絵の中のプリンに真珠のピアスをつけたの可愛いいでしょいつもプリンからアイディアをもらってるよで、一個食べてもいいかな ここは綺麗だね。私が描いた絵みたい。この筆は魔法を作り出せるのよ。ねえ、プリン。今日は何を描こうかな。アイデアが溢れてくる。プリンの飼い主さんはとっても優しい。私の師匠もね。考える人の銅像も、お昼寝の絵も、みんな素晴らしい芸術よ。 プリンがもっと大きい絵が欲しいって。うん。まずは大きい筆を買わないと。もっと練習用のモデルが欲しいのあ、来て、プリンまだやるべきことがあるのよもっともっとプリンを食べ、描きたいわ画家になる第一歩は、ベレー帽を被るか プリーシュース私が集めたのよ落書きパーティーが始まるよ習うより慣れよ芸術を楽しむための条件なんてないわ